アコースティックギターの、まず初級なんですけども、まずあのギター持ってない方、もしくは始めたばっかりの方にやっていただくのはですね、コードの G と E マイナー、それから、C ですね。この3つをまず一番最初のレッスンでやっていただきます。で、レッスンではですね、 G の場合ですね、2つしか押さえないやり方で推奨しています。通常はこういう中指を押さえた形なんですけども、これを離しちゃってもいいです。で、この辺全部弾きます。で、次の Em も本来はこうやって押さえるんですけど、中指だけで全部弾きます。中指が5弦の2フレット。で、今度 C の時ですけど、本来こうやって3つ押さえるんですけど、まずは、これ全部離しちゃっても薬指が5弦の、3フレットだけで5弦から弾きます。ちょっとやってみます。1小節に4回弾けますので、それでやってみます。 G、E マイナー、C いきます。これですね、左手はすごく簡単なんですけども、で、右手の方でですね、いろいろ弾き方を変えると非常にですね、曲っぽくなりますので、ちょっとやってみます。指で弾いてる。こんな感じで、バリエーションを右手でバリエーションを作って、左手はあくまでこのままっていう方法だといろんなアレンジが作れますので、教室で実際にやってみましょう。